第4クォーターへと入ります。これ双方向きを変えましてファイナルクォーター第4クォーターに移ります。広島相手陣26ヤードからのセカンドダウンテン、パス不成功、パス不成功の判定になります。クォーターバック18番プレーアクションから右にロールアウトしワイドレシーバーにパスを投じましたが、これは翔英が見事なパスカバーによりまして不成功に変えています。あわやインターセプトと並ぶ素晴らしいディフェンスでした。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。ここでレフェリータイムアウト。ただいまのプレーパスがインコンプリート成功になりましたので3番ルースのサードダウンファーストダウンまで残り10ヤード。試合再開です。広島ホークスサードダウン10。さあこの距離ランでいった。ナニバック39番ハンドオフを託され中央突破を図りました。前進しましたがしかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンとなります。しかし好調なランを展開しております酒井のランでした。広島フォースダウン3で体型を変えます。フィールドゴートライキックによる3点ゴールであります。キックレングスは33ヤードの距離も見事成功させましてフィードゴールにより3点を追加なりました。広島ホークス3点加えまして広島ホークス13点勝負ブザーズ0点とさらにリードを広げる形に成功しております。花岡本日2回目のフィードゴールを見事成功させました。本日すべての得点に関わるキック成功させております。ただいま得点がありました広島ホークスのキックを。さあ着々得点を重ねます広島ホークスのキックオフで試合再開となります。さあ翔英リターンに入ります。相手の出方を見ながら駆け上がり翔英陣28ヤード確保しこの位置から翔英の攻撃と変わります。自陣28ヤード付近でファースト。広島ホークス自陣失礼しました翔英ブザーズ自陣28ヤードからのファーストダウン点。さあなんとか状況打開戦とこの攻撃シリーズ開始します。ここでミスが発生しました。クォーターバックスナップされたボールをジャッグルしました。なんとか抑えましたが結果的には約6ヤードロスする形になっております。自らボールを抑え掲げております。しかしこのプレーに出ました大きくロス。
約7ヤード下がりまして、ショーエイブレイザーズセカンドダウン、ショーエイセカンドダウン17。これも広島ナイスディフェンス。ここでランプレーを展開せんと何枠にボールを託しましたが、とここでファンブルが発生していました。ターンオーバー、ショーエイブレイザーズ中央つきましたがボールをファンブル。ここでランプレーを託された何枠、ディフェンスのプレッシャーからボールをファンブルしました。ファンブルフォースが発生した模様です。そのボールを広島奪いまして、広島に攻撃権が移ります。ターンオーバー、広島に攻撃権変わります。広島ホークス敵陣18ヤードフィールファースター。攻守ともに勢いに乗っております。広島相手陣19ヤードからの攻撃に入ります。広島ホークスファーストダウン10。これは翔英ナイスディフェンス。クォーターバック18番、ここでパスプレーに転じようとしました。しかしディフェンスのプレッシャー殺到しまして、最終43番仕留めまして、結果 QB サックになりまして2ヤードロスに変わっております。見事仕留めましたが、翔英43番の三上です。近畿大学出身のキャプテンです。広島若干下がりまして、セカンドダウン12、ボールオン相手陣21ヤード。これも翔英ナイスディフェンス。今度はランプレーを右サイドに展開しようとするところ、ここに翔英97番、凄まじい勢いでチャージかけまして5ヤードロスに変えております。素晴らしい対応しましたのは翔英97番の天満、近畿大学出身。ファーストダウンまで残り19ヤード。広島サードダウン19。これも翔英対応しました。ここで広島はドロープレーで前進を図りましたが、ここに翔英49番、見事に対応しノーゲインとしてフォースダウンに変えます。ここは翔英ディフェンス光りました。今度は49番の北川でした。滋賀大学出身のプレイヤーです。広島ホークスフィードゴールトライに入ります。キックレングスは41ヤード。どうだ。さあ判定はキック成功、さらに3点追加になりました。広島ホークスこの41ヤードフィードゴールも花尾が決めまして、さらに3点獲得し、その得点総得点16点としました。広島ホークス16点、大きく開いています。今得点を挙げました。これによりまして花岡は本日トータル10点獲得する形になっております。さあ着々と点を重ねまして、その差を広げている広島ホークスのキックオフで試合再開となります。翔英としては何としてもここで反撃に出たい状況ではあります。広島ホークスキックオフ、このキックは外へ出まして反則となります。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合出た位置から5ヤード前進したところの攻撃か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、あるいは30ヤードのペナルティとして翔英自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選択できます。翔英ブレイザーズは自陣35
翔英は自陣35ヤードからの攻撃を選択しました。選択によりまして翔英ブレイザーズ自陣35ヤードからファーストダウン。翔英自陣35ヤードからのファーストダウン10。これは広島ナイスディフェンス。翔英まず中央のランプレーを展開しようとしましたが、ここに広島54番が猛烈な対応をしまして、このランをほとんど前進なくセカンドダウンに変えます。見事な対応をしましたのは54番の大江、島根大学出身。翔英セカンドダウン9。インターセプト、ターンオーバー。翔英ブレイザーズ勝ち球で6パスを通りましたが、広島ホークス、ここでパスに出ました翔英。しかしそのパスを取りましたのは広島ホークスでした。広島ホークス1番このパスをダッシュしましてインターセプト、攻撃権を取り返しまして攻守交代です。広島に攻撃権移ります。見事インターセプトを果たしたのは広島1番の須崎でした。広島大学出身です。こちらも今季中四国を制しました広島の大学の OB です。さあ再び広島の攻撃、ボールオン自陣40ヤードから広島ホークスファーストダウン10。パス成功。クォーターバックまず右に展開していたワイドレシーバーにパスを投じました。そこからキャッチアンドラン図らせ、約2ヤードのゲインとなっております。ディフェンス群がる中、しかし見事に前進に変えております。キャッチしましたのは0番の出雲です。神奈川大学出身。ファーストまで残り8ヤード。広島ホークスセカンドダウン8。さあここでランプレーを投入、ラニバック39番にボールを託しました。密集点突破を図らんというところ、しかしディフェンスも見事カバーし、ゲインは1ヤードから2ヤードにとどめております。キャリア39番は本日好調の酒井です。島根大学出身です。広島ホークスサードダウン、ファーストまで残り6ヤード。広島ホークスサードダウン6。これは翔英止めました。中央へのランを突入させまして密集点突破を図りました広島ですが、これは翔英ディフェンス陣群がり、最終54番タックルしまして、これを仕留めフォースダウンに変えます。タックルほとんどゲインを与えておりません。54番は中村です。近畿大学出身。広島ホークスフォースダウン。広島ホークスフォースダウン6。パントフォーメーションを取ります。これはナイスパー。
このパットエンドゾーン手前まで飛びまして、カバーチームがこれを昭栄寺7ヤード付近で抑え、ここで攻守交代となります。ここは広島のパンターの7番の長尾、素晴らしいパントを蹴りました。立命館大学出身のルーキーです。さあ昭栄の攻撃移ります。昭栄自陣7ヤードからのファーストダウン10。これはナイスラン。何枠32番ハンドフォークを受けまして右オープンに展開。この判断構想をしまして約7ヤードから8ヤードのゲインになっております。見事なゲインを果たしましたのは昭栄32番の野田です。近畿大学出身。昭栄ブレザーズセカンドダウン2。さあ再びランプレー、攻撃権更新ファースター。ここで昭栄再びランプレー、今度も32番、今度は中央突入しまして見事攻撃権更新となっております。昭栄ファースター。ここは野田に託すかのような展開をしております。見事なランを展開しました。野田は近畿大学出身です。こちらも関西学生、今シーズン非常に賑わせました関西大、近畿大学の OB です。自陣18ヤードから9ヤード付近でファースター。さあランを重ねます。再び中央へのランプレー、キャリアは同じく32番、一周点突入しまして約6ヤードゲインとなっています。昭栄ブレイザーセカンドダウン。さあ野田がこの状況を打開戦と素晴らしい見脚を披露しております。昭栄セカンドダウン4、パス不成功。ここでクォーターバック3番プレーアクションを挟みまして右に展開していく5番にパスを投じましたが、これは広島ディフェンスカバーしておりましてパス不成功、サードダウンに変わります。試合終了まで残り2分35秒。昭栄ブザーズサードダウン4。昭栄ファースター。この距離を昭栄33番ランプレーで突破しました。左オープン展開から縦に切り上がり、見事この判断決まりまして攻撃権更新です。昭栄ファースター。この状況を突破しましたが33番の水口でした。神戸学院大学出身です。さあ自陣31ヤードから昭栄ファーストダウン10。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。さあ後半戦の2ミニッツウォーニングに入ります。昭栄としてはここで得点を上げるか否かは最終的に順位問題にも関わりますので、このシーズンを何とか得点に結びつけたい攻撃シリーズになっております。言い換えますと広島はここでさらに可能な限りリードを確保する、あるいは広げる形が自分たちの順位に直結する戦いになってもいます。
レフリーテーマートが出てまして、ショーエイ・ブレイザーズファーストダウン、試合再開です。ショーエイ自陣31ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック3番ロングパスを投じましたが、上ずったパスのためこれはインターセプトの可能性ありました。これはなんとかレシーバーが叩く形にしまして、結果的にパス不成功に返してセカンドダウンに変わります。パスインコンプリート。ショーエイ・ブレイザーズセカンドダウン、ファーストダウンまで60ヤード。ショーエイセカンドダウン10。これは広島ナイスディフェンス。ランプレーをここで投入しました。しかしそこに広島ディフェンスが殺到。4番と79番でしょうか、これが共に連なりまして、このランを阻止してサードン、サードンに変えております。79番は脇坂、山口東京理科大学出身です。山口東京理科大学も中四国現在非常に苦しい中、しかし今季一部において戦いを、やりきりまして、来季以降に非常に期待が持てる新栄校であります。その OB、 そして立ち上げのメンバーであります。インターセプト、ターンオーバー。ここで翔英パスによって状況を打開図らんとしましたが、そのパスを取りましたのは広島ホークス13番。インターセプトにより攻撃権が移りまして、攻守交代、広島ホークスに攻撃権が移ります。翔英としては何としても打開したい状況を、なんとパスを投じてその突破を図りましたが、しかしこれを許さず広島13番見事インターセプトを果たしました。上田、島根大学出身の素晴らしいプレーです。試合終了まで59秒。広島ホークス相手陣21ヤードからのファーストダウン。広島としては何としても加点し、その順位を上昇を図りたいところ。さあランプレー挟みますが、これはショーへ止めました。中央プレーノーゲインでセカンドダウンに変わります。広島ホークスセカンドダウン、セカンドダウン9。ホークスセカンドダウン、ファーストまで残り9ヤード。さあランプレー挟みます。ゲインは約2ヤード、サードダウンに変わります。広島ホークスライニングバック39番酒井健太選手の中央プレー、約1ヤードのゲーム。ここで試合終了となりました。ここで試合終了。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会戦試合終了となりまして、ショーエイ・ブレイザーズ10、広島ホークス16点で広島ホークスの勝利となりました。ショーエイ・ブレイザーズ対広島ホークスの試合はご覧いただきましたように 0対16で広島ホークスが勝利いたしました。激戦を戦い抜いた両チームに今一度大きな拍手をお願いいたします。広島ホークス見事この最終戦勝利しまして、結果今季リーグ戦は2勝2敗という成績になりました。初挑戦となりまして、 X において見事五分の形の成績を残したことは見事な形だったと思います。ナイスファイトでした。
優勝候補の一角と目されました翔英ですが、初挑戦、復帰最初の1年目は2勝2敗という形になりました。しかし素晴らしい戦いを披露しておりました。ナイスファイトでした。そしてこの試合も勝利しまして、見事五分の星にする形で今シーズンのリーグ戦を終える形になりました。広島ホークス見事な、挑戦1年目の成績でした。ナイスゲームでした。広島ホークスの選手の皆さんは所有ブレイザーズのゴールコーチ、これによりまして、星勘定で言いますと、ゴールデンファイターズの前哨は最、当初申し上げた通り、これがブロック優勝の決定という形になりますが、磯野スーパースターズ、ショーエーブザーズ、広島ホークスがともに2勝2敗で並ぶ形になりました。この3チームの優劣はそれぞれの直接対決における得失点差による、そのプラスマイナスの得失点の差によりまして順位に変わりますので、現時点では誠に申し訳ありません、その状況は私の方は今把握できていないところなんですけれども、これによりまして順位が大きく変動する形になるかと思われます。この順位が最終的に行われます、今月の24日に、鶴見緑地で行われる順位決定戦、そして残りの試合は、31日に行われます、彦根ハトスタジアムにおきます、それぞれ X2 すべてのチームで、ブロックごとに行う順位決定戦により、それぞれの最終順位が確定となります。それは来季以降のブロック編成に直結する形になりますので、その優劣そしてその勝敗が来季以降の戦績において非常に大きな要因になってまいります。ブロック優勝、ブロック戦終わりましたが、この順位決定戦も来季の X2 の戦いにおいて大きな要素になってまいりますので、皆様ぜひご注目いただきたいと思います。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に記されたストーリーだったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日は NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可のもと、 X2 ウエスト、 X3 西日本の全チームの合同企画にのっとって実施させていただきました。その配信を今回実施させていただきましたのは私道楽エルチャーでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。